夢ラジオ第3298回、今日は令和3年10月11日月曜日です。時刻は午後4時、横浜港北、太陽の光が眩しくなってきた、そんな時刻です。ただ西の空にも傾きかけています。ですから港北の街は陰ってきてますね。太陽は明るいけど、秋から冬にかけてはこういう風景が広がります。今日はスポーツの日なんだそうですね。カレンダー見たら休日になってますが、皆さんも休日なんでしょうか。私はカレンダーとは関係のないお仕事なので、今日も午後の早い時刻にお仕事あって、でこの放送があったらちょっとお買い物に出かけて、で夜は夜でまたオンラインのお仕事がありますね。さて、夢ラジオ3298回目、今回は宗教家は病気治しをすべきか、こんなタイトルでお話しましょう。宗教家は病気治しをすべきか。この宗教をやれば病気治りますよと、ほぼ全ての宗教はそれ言ってるんですけど、でその時に実際にその宗教家がね、それは教祖でもいいし高い位にある弟子でも構いませんが、行ってで病気を治すっていう、そういう宗教もありますね。あるいは手かざしのように、別に高い位でもないんだけど手かざしてあげて病気治すっていう、そういうことをやってるお方々もおられます。ただしなんとなく否定的にお話してますが、手かざしで病気治すっていうのもね、実は効果あるといえば効果ある。やっぱ手当ててあげるとね、まあある程度その力があればという前提ですけどね、ある程度力があれば、そういうスピリチュアルな力があれば手当ててあげても治ったりするんですよ。日本語の手当てという言い方はそもそもあるでしょ。あれはそういう意味なんですよ。もともと手当てしてあげますっていうのは治してあげますっていう意味でしょう。あれ治療してあげます、いやもともとは手当ててたんですよ。で有名なところではイエス・キリストが病気治しをやってた、これは福音に書いてありますよね。で一体こういうことをやるべきなのかです。で病気が治るっていうことは、これは喜ばしいこと で宗教っていうのは、まあ人に幸福を広めることだ、幸福を与えることだというのがやっぱ前提なので、あいいことじゃんかと。で治してもらった人はその宗教に感謝もするし、帰依もするでしょうね。ただしですね、ちょっと仏教的なお話になりますが、仏教的に言うとやっぱ身体は心の影響を受けているわけですね。そして心って何かってやっぱ定義いろいろあるんですけど、やっぱエネルギーというふうに捉えます。仏教ではエネルギー、仏教っていうのは一番一般的な意味での仏教と考えておいてください。心はエネルギーだ。その心のエネルギーが弱まってたり、心のエネルギーがおかしくなってるから、その影響が身体に出るんだという考え方を仏教ではしますね。ですから手かざしの教団においても、霊体を清めましょう、そうすれば肉体の不調も治りますと言ってらっしゃるのは、それはそういうことなんですよ。その点では正しいと思いますね。ただし一体それを手かざしで治すべきかという、そういう話なんですよ。その心はエネルギーである、そういった場合、例えば怒りのエネルギー、むさぼりのエネルギー、愚かなエネルギー、こういうのをドーンと心が出してて、こういう三毒ですよね。怒り、むさぼり、無知っていうか、これを持つからこそ身体にも
その悪い影響が出るんだ。だからその心をきれいにしましょうっていうのが、まあ仏教的な考え方です。ですからあのお釈迦様、仏教をお説きになったお釈迦様も病気治しなんかしてらっしゃらないですよね。そういうことしても意味ないからなんですよ。それよりは心を正しなさいと、心をきれいにしていきなさいと。そうすればあのおのずとあのきちんとした身体が手に入りますよという、こういうことですよね。ですからあのその意味においてもやっぱちょっとキリスト教あの病気治しやってらっしゃるっていうのでね、ちょっと宗教としての格は落ちるかな。だからこの夢ラジオではよくやっぱ仏教と比べてキリスト教はかなりあのレベルが低いっていうふうな言い方をしております。これはクリスチャンの方には申し訳ないんですけど、そう言わざるを得ません。そういう病気治しなんかしない代わりに、根本的に心のエネルギーがおかしくて病気になってんだから、その心の、ね、エネルギー整えましょうよと。それはまあ仏教的な修行、まあ、ヨーガ修行ですね。仏教的な修行、ヨーガ修行によってこれもあるだろうし、あるいはあのそれこそ瞑想によって取り除くって、仏教は瞑想も行えますから、よって心をきれいにして不調を取り除くという、そういうやり方もありますね。もちろんあの今近代医学が発達しておりますから、近代医学を仏教は否定していません。というか私は否定すべきでないと思う。例えば仏教の立場に立ったとしても、近代医学を否定してあんなもの全部偽物だなんて言っちゃいけないと思う。近代医学の恩恵は計り知れません。すごいんです、すごいんです。ただしですね、できたら近代医学のお世話にならないようにすべき、こうですよね。医者行かなくて済むように済む、これが一番じゃないですか。そもそも医者行って治してもらうよりは、医者にそもそも行く必要がないっていう、この状態が、まあ、一番いいわけでしょ。でそのことを考えた場合には、心の悪いエネルギーを取り除くっていう、これが、まあ、仏教的に言えば、でその仏教っていろいろ宗派あるやんかっていうふうに言われちゃいそうですが、まあ、普通の仏教、大乗仏教を取るにしても上座部仏教を取るにしても、その考え方ですね。今回のテーマ、宗教家は病気治しをすべきか、直接の病気治しはやっぱりやるべきではないでしょう。そうではなく、心の浄化、心の調御、それによって、病気を治すっていうなら、まあ、それこそが宗教の役割かなと私は考えますね。リスナーの皆さんどうでしょうか。夢ラジオ第3298回目、今回は宗教家は病気治しをすべきかお話ししました。午後の放送はここまでです。ありがとうございました。